ウィッグを使った手順を説明していきたいと思います。シャンプー台にまず行き、モモンガオイル還元剤をしっかり、幼児調整型なのでしっかり振ってから使ってください。全体に塗布していきます。シャンプー台に寝てる状態です。これは流さない状態でそのままピンクスパイダーを、こちらも幼児調整型になっておりますので混ぜてから使ってください。こちらをアプリケーターで塗布していきます。こちらも流しません。これでプレの処理をして、しっかりなじませてプレの処理をしてからお席に戻り、それからリタッチのカラーに入っていきます。こちらはリタッチバージョンのご説明になります。リタッチカラーを塗って通常通り時間放置してシャンプーをして、それから流していきます。シャンプーをして流したら再度ピンクスパイダーを全体につけて、なじませていきます。お湯をつけることによって高分子化して、くれますので、しっかりお湯をつけてしっかり流していきます。流し終わったらこちらのトリートメント、流さないトリートメントのムササビクリアコートを全体につけて揉み込みます。でコーミングしてお席に戻ります。乾かして、最後に、アイロン入れて、髪の水分を取っていきます。こちらパターン2の場合、カラーバージョンですね。同じようにモモンガオイル還元剤をシャンプー台でプレでつけていきます。手順は一緒です。その上からピンクスパイダーをつけて、これは流さないでつけていきますね。ピンクスパイダーも流さないでプレの処理をしておきます。このようになじませます。カラーの根元染めですね、根元染めを入ります。はい、これはあのカラートリートメントと同じような色味で皆さん作ってください。これは中間から毛先につけるカラートリートメントを作るんですが、モモンガオイル還元剤1、ピンクスパイダーが1、カラーミューズが1という形です。今回はまあベーシックな感じで外さないやり方なんですけど、グレーとバイオレット1対1でやっていくので配合としては 0.5、0.5 って感じで、ピン、カラーミューズが合わせて1という形ですね。このような色になります。リタッチの上からこちらのトリートメントカラーを全体に塗布していきます。こちらのカラーは根元のカラーの上にも塗ってください。最初中間から毛先に塗り終えたら今度は根元側に塗っていってください。上にかぶせるような感じですね。このような感じで塗っていきます。でラップをして通常通り時間を置いて流していくような感じです。これはカラーバリエーションの違うバージョンですね。色をですね、結構グリーンを使ったりとかブルーを使う時も全然あるんですけど、これも結構色味的には使えるので、バイオレットとグリーンと黄色、これを111にしている状態ですね。このような色です。これも結構使えます。このような色味が楽しめるので皆さんやってみてください。シャンプーをして流していきます。そして流し終わったらピンクスパイダーを全体につけて、しっかり揉み込んでいきます。でしっかりお湯で流して高分子化していきます。はい、そうしましたら流さないトリートメントのムササビクリアコートを全体につけて揉み込んでいってコーミングをしてお席に戻ります。お席に戻りましたらドライをして、それから髪質改善のアフターのアイロンを入れていきます。上下にアイロンを振りながら入れていくと結構毛髪内部の水分が飛びやすくなって、よりスピードが速くアイロンを入れることができますのでおすすめです。このようなやり方になっております。